どうも、オニメンタル国防です。この秋に宅検と行政書士の2つの資格試験に挑戦するんですけども、いよいよ直前期に入ってきましたということで予想問題なんかに取り組んでおります。えー、行政書士の方はですね、先週は宅さんの予想問題をお2回目やってみましたということで、えー、動画させていただいたんですけども、今回はこのレックさんの予想問題、このレックさんの予想問題を2週間ぶりに2回目、えー、この土日やっておりました。いつもですねこう、第1回は あ点数こうでした、感想こうでした。で、2本目の動画で、まあ、第2回はこうでしたっていうことで、1回1回ごとに、1本1本ごとにシェアさせていただいているんですけども、今回はもうまとめて、えー、点数ざっとおさせていただきます。ということで、はい、えー、汚いですすみません、こんな感じになりました。はい、あの、私、合格点乗ったことないので、あのもう皆さんに参考になるかどうかですけども、 えー、2週間前の動画見ていただければよくお分かりなんですけども、まあ、第1回目は140点、えー、第2回目が110点第3回目はちょっと途中でちょっとあき諦めてたというかやってなかったみたいなのでテスト出てなかったんですけどもそれが今回はまあ,あ、まあ、第1回目160点、えー、140点、えー、第3回目はそこまで難しいと思わなかったんですけどもわずか100点しか取れてないということでまあ どの回も合格点には全然乗らずということになっております、えー、先ほどい、えー、お伝えしたんですけどもめちゃめちゃ難しいとも感じはなかったんですねまあレクサの難しいと言いながらもですねあのこう鬼門沈ん問というか意地悪問題なんかはそこまでと思ったんですけどもまあ細かい言いますとか。 考えるところ、まあ現場対応みたいな問題はあったんですけども、そこまで難しいとは感じなかったんですけども、点数には表れてないということは、まだベースの方がしっかりしてないのかどうなのかあーということで、あの冷静に分析すると、やはりもう行政法ですね、あの行政法に尽きるかと思います。だいたいですねあの 民法なんかは9問中、まあ、めっちゃ頑張って5点6点とかなんですよあのどの回も9問中5点6点で他しも大体まあ半分以上かは、まあ、あそら十何点とか欲しいけど14問中まあ半分やから7点とか8点とかされるようになってきてでまあちょっと一般はまあ水物みたいなところあるしまあ文章題は抑えないとダメなんですけどで 最初の憲法民法あもさっき言った通り憲法も法学もそうだということでここの点数の差というのはあのもろ行政法なんですねやっぱりここは行政法が19問中14問できたのかこっちは半分のお7問ぐらいだったしこっちは全然取れてない取れてないしということが露骨に表れてるんでやっぱり行政法かなというところとあとはここにも書いたんですけど記述か。 記述がでできないいと難しいですね。択一で180っていう、まあ、理想論はあ皆さんお持ちだと思うんですけどもなかなかもう時間も考えて現実も考えて、えー、最後ぶって合格点の掛け上がるためにはやっぱり記述の加点がないとこれ土台無理かなと思う。 思いますすあの現実的にはですよなので、えー、この辺記述がですね何か書けないと何か書けないとのレベルに持っていかないとおと言ったところですかねはいまあなかなかべってもあれなんですけどもまあこんな点数なんですけどもおまだとりあえずは諦めていませんね何かしやっていこうと思いますということで、えー、皆さんもお諦めずに頑張っていきましょう